おい、あいつの右腕。俺を探してんだってな。望み通り来てやったぜ。ま、あの時の。やっぱりてめえもアバランチだったんだな。どうだろう。かの、なめてんじゃねえぞ。おい、あいつを出せ。おう。コルネオさんの秘蔵っ子よ。お前ら全員ギッタギタに切り刻んで神羅に突き出してやる。あんたたちのことは誰にも言わねえから見逃してくれ。五番街で見たのは人違いだった。この話を広めろ。死ぬ気でやるんだな。もしまた怪しい奴がいたらすりつぶすよ。わかりました。
エアリスを頼んだよ。みんな頑張って。マリンもお留守番頑張る。マリンとウェッジのことは任せな。子供たちが戻ってきました。ありがとうございます。もっとしっかりしないと子供たちに笑われちゃいますよね。確かエアリスのボディーガードだろ。エアリスはどうしてる？急ぎで薬草探しを頼みたいんだが、今日は一緒じゃないのか？実は七番街の事故で薬を使い切ってしまってな。まだまだ必要なんだが材料が足りない。必要なものは？あんたが薬の材料を揃えてくれるのか？町のためにぜひ頼む。これが必要な材料と道具だ。なるべく早く集めてくれ。
たくても行けないんだから、どうしようないよな。会社は今頃、事件の対応で大忙しでしょうね。スラムの話は全然出てこないな。昨晩発生しました。7番プレート崩落事件です。不審なカンパニーの緊急対策本部の会見にて、崩落の原因は反人間のアバランチによる破壊活動だと断定されました。反人間のアバランチは先に1番の道路に対して5番の道路に対して対策本部は警戒を進めました。またアバランチは現在停戦中の家から逃亡している可能性があります。どうぞ見てってこ。ボックスを難しくしてみたの。これは戦うための訓練なの。こんな世の中じゃ子供だって自分の身は自分で守らなきゃいけないでしょ。もう箱相手じゃ物足りなくてモンスターだってクラッシュできちゃうかも。バカなことは考えない方がいい。バカですって？みんなクラウドよりすっごい記録出してるのに。お説教はそれを抜いてからにして。消え失せろ。やっ。
納得しないから。
皆さんのおかげで3は揃いました。本当にありがとうございます。これで営業を再開できます。この曲を聴くと仕事の疲れが取れんだよ。あんたも疲れた顔してんな。これ聴くといいぞ。音楽は癒されるな。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。あれ、新羅兵どこ行った？元気にはなってないね。まだどんよりしてるね。この曲じゃないみたい。みんな元気にはなってないね。
どんよりしてるね。みんな元気にはなってないね。まだどんよりしてるね。音楽を聴きながらダラダラするのは最高だな。ん？お前もやるか？で聞いていい？この曲昔好きだったの。もちろん。またディスクがあったら持ってきてね。みんなを元気にしなくちゃ。よろしくね。が見つかるといいな。みんなを元気にしなくちゃ。こんな老いぼれが生き残ったところで少し元気が出ました。おかげさまでやる気がみなぎってます。私見たんだよ。死んだ兵がコルネオさんの館に入っていったんだよ。いらっしゃいませ、クラウド様。上乱かよ。そうだクラウド様、よろしければ夜のステージにご出演を。断る。プレゼントを用意してたせいで出遅れちまった、なんだい、この曲が気になるのかい。欲しいなら持っていきなよ。常連さんたち。Thank you.
っとらん、全くなっとらん。この曲こそ我が青春の調べ。わしが手本を見せてやろう。見よ、この腰。すごい。よし、お嬢ちゃんに伝授してやろう。俺たちの戦いは続く。なんてな。まだまだ若いもんに負けてられんの。